それはないと思うけどね。やってます。はい、ということでごちそうさまでした。今日はラジオでした。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。何これ、ホームビデオ。そう。リポートって言ってたよね。リポートってだと思った。騙された。騙されたね。リポートっていうかホームビデオだったね。無駄なとこ多かったね。なんかね、やっぱり番組を作るっていうのはすごいことですね。すごい勉強になりました、ね。はい、ありがとうございます。今度カメラマンをやってくれる方を募集します。まあね、大変だね。寝坊しない方でお願いします。本当に起きたね、起きたね。あとどれくらいとか50分かどうか、50分後がちょっときついな。はい、ということで、じゃあ、ですね、まあ、差がつくかちょっとわかんないですけど、華やかな兄弟のなんかね、あれ見た感じですね。ちょっとね、お互いもフォローし合ってたんですけど、はい、一応リポートさせていただいて、うん、一応ね、対決っていうことをやらせてもらったんで、はい、一応、これは、勝った方と負けた方に一応、やることがありまして、はい、ちょっと今そこで、たこ焼きを買ってきたんですけど、勝った方はそれをよりよくリポートをする。で、負けた方は、中にたっぷりからしが入っている。でも美味しそうに、うん、なんかね、リポートをこれからいろんな番組でやりたいんですけど、うん、どうやらまずい料理とか、うん、どうやらまずい料理とかクソマジいや料理とか出てきたりする場合があると、うん、でもそれをお店の宣伝やから、うん、美味しそうに言わないと、すごい味ですねみたいな言わないとダメじゃないですか、うん、その練習も兼ねてね、うん、美味しそうに見せるやつやります。はい、ちょっとやっていただきたいと思うんですけど、ちょっと最近その、はい、ヒントね、拍手の方がいいかな。拍手、挙手、これ見にくいでしょ。あ、あとで、ね、あとで、ね、ちょっと拍手で、拍手にしましょう。はい、あ、皆さん拍手したことあります？もう一回、きょうちゃんよかったよっていう方、拍手。あなたのでかいから、音。すいません。あれ？そしたら、どっちが間違いないと思いますか。私ですね。こんな感じだったね、ちょっと。うん、行きましょう。うん、やろうか。じゃあ、私からやろうか。メリア。うん。これ、さっきの銀だこね。うん、じゃこれが美味しいたこ焼きです。違うわ違うわ違うわ、はい、これが美味しいたこ焼きですめっちゃ入れてたからめっちゃ怖いそれ。うわ、大丈夫？あ、何入れるんじゃなかったね。ちょっとたこ焼きの豆知識一つ、たこ焼きはくるくるしちゃうから2つあって、これを箸のようにしてね、食べるっていう。好き好きです。え、好き好きです。好き好きだろ。じゃいただきます。ねえ、リポートするんだろうな。貼ったんだからな、この人は。あ、これでも、ね、一番シンプルな銀タコですよ。タコも結構大きいですし。誰やこいつに拍手した。あるある。プロはね、多分ね、買ったらすぐ飲むらしいよ。うん、そうだ。うん。いける。え、どあ、銀卓独有の、すごい、あれだね、周りはカラッと上がって、中はふわっとね、いうやつですよ。してますよ、今。ん？してます？何が？カラッとしてました。うん、そうだ、そうだ。トヨちゃんもしてるよ、多分。これどうすか今の、優勝、優勝です。優勝
確かにないから、あんたがパッパッと思ってね、そんな人だと思って。でも自分が入れたから。なんて美味しそうなたこ焼き。見てくださいよ、丸くてね、青のりが乗ってね、かつお節が踊ってますよ。いただきます。こっちもさ、怖い、からしってなんか2種類あったんですよ、さっき買った時に。で、あのまろやかなからしと、あのピリッと辛いからしって言われて、キレのあるあ、そうそうそう、え、まろやかに一空結構入れるしねって言ったら、いや、キリッと辛い方で行こうよ。わけわからない。めっちゃ自信あったんだろうね。結構入れたよね。ありがとうございます。